こんにちは、宅飲みグルメのおくんです。ということで今回も美味しく宅飲んでいこうと思うんですけれども、今回はですね、つけ麺を作っていきたいと思います。っていうのもですね、僕つけ麺がめちゃめちゃ好きで、その中でもですね、安兵衛さんというつけ麺あるじゃないですか。あそこのつけ麺がすっごい好きで、自分の高校生の時からずっと通ってるんで、もう10年ぐらいずっと通っていてですね、トータルするともう100杯以上は優に食べてるぐらいですね。それぐらいめちゃめちゃ安兵衛さん好きなんですよ。ということで今回はですね、そんな愛する安兵衛さんの辛味つけ麺をですね、自宅でなるべく簡単な方法で再現の方していきたいと思います。さあ、ということで家庭でも美味しいつけ麺を作ることができるんでしょうか。早速やっていきましょう。それでは早速調理開始。さあ、それではやっていきたいと思います。まずはですね、チャーシューを仕込んでおきましょう。でですね、安兵衛のチャーシューって結構ですね、脂身が多いチャーシューなんですよ。なのでおそらくバラ肉を使っているんですね。なので今回はこちらバラ肉のブロックを使ってチャーシューを作っていきましょう。それではまずこちらのブロック肉に味が染みやすくなるようにフォークで穴を開けていきます。それでは次に表面に焼き色をつけていきます。そうしましたらこちらを一度取り出しまして、いや、もうこの時点でめちゃめちゃ美味しそうに焼けました。そうしましたらこちらの鍋の中に水を 200cc、 醤油を 100cc、 めんつゆを 100cc、 酒 100cc、 砂糖 80g、 これらを入れたら一度ひと煮立ちさせます。そうしましたらこの中にお肉と生姜と長ネギの青い部分を入れて、このまま蓋をして弱火で1時間ほど煮込んでいきます。はい、ということで続きまして製麺をしていきたいと思います。まずはこちら特ナンバーワンを 100g、 次にこちら針を濃いを 200g 入れていきます。そうしましたらこちらを混ぜ合わせまして、ということで今回は加水率 40% を高水麺にするので、 120cc の水に粉に対して 1% の塩 3g と、同じく粉に対して 1% の加水 3g を水の中に入れて混ぜ合わせていきます。水に塩と加水を混ぜ合わせたら小麦粉の中に入れて水増しをしていきます。それではこのように粉がボロボロになって水増しが終わったら、これを一つの生地にしていきます。そうしましたらこちらを一度20分間寝かします。それでは20分寝かせたこちらの生地を再びこねていきます。そうしましたらこちらを再び20分寝かしていきます。さあ、ということでさらに20分寝かしましたので、こちらを再びこねて製麺していきたいと思います。さあ、それでは毎度おなじみ製麺をしていきます。それでは麺よ、出てこーい。よいしょ。いやー、来ましたね。いい感じの太麺ができました。それでは出来上がった麺に打ち粉をはたいていきましょう。はい、ということで次につけだれを作っていきたいと思います。まずはごま油を大さじ2、おろし生姜を 8g ほど、おろしにんにくを1かけ分、これらを一度弱火にかけます。そうしましたらここに水を 200cc、 めんつゆを大さじ4、かつおのだしの素を 4g、 そうめしゃんたんを小さじ2、醤油を大さじ2、砂糖を大さじ2、
そうしましたらこのままひと煮立ちさせていきます。ひと煮立ちしたらレモン汁を大さじ1、お酢を大さじ1、粉唐辛子を小さじ1入れて混ぜ合わせていきます。そうしましたら漬けダレが完成しました。そうしましたら次にトッピングのネギを切っていきましょう。チャーシューも完成いたしましたので、こちらも切っていきましょう。さあ、それではどんな感じにできているんでしょうか。早速開けていきましょう。オープン。おー、いや見てください、結局2時間ぐらい煮ましたので、ほら肉がプルプルなんですよ。うまそう。さあ、それでは早速切っていきましょう。よいしょ。おー、やばい、もう身がプルプルですね。おー、このように美味しそうなチャーシューができました。それではいよいよ麺を茹でていきましょう。さあ、ということで完成でーす。いや見てください、このうまそうなつけ汁と麺、麺はもちもち、つけ汁は濃厚、チャーシューはプルプル、いやもうたまらん。さあ、ということで美味しそうにできました。早速食べていきたいと思います。さあ、ということで完成しました。いやこれ超うまそうでしょ。もうビジュアル満点ですよね。あとはね、これがね、安部をどれだけ再現できてるのかってことですよ。さあ、それでは食べていきましょうかね。いただきます。いやね、もうこの時点でね、うまそうな香りがブーンと香ってくるんですよ。いや、まず見てください、この綺麗な黄色の麺、これうまそうですよね。この麺をつけ汁につけていただきます。うん、はい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 。いや、これはね、かなり高い再現度で再現できてんじゃないですかね。いや、安兵衛といえばね、特徴的なのはこの甘いつけ汁なんですけど、これがね、うまく再現されているような気がします。いや、どうやらですね、本家でもですね、このつけ汁に砂糖を入れてこの甘みっていうのを表現してるみたいなんですね。いや、これがネットの安兵衛スレに書いてありましてですね、いやもういろんなスレッドあんだなっても感心しましたけどね。じゃあこのチャーシューいっちゃいましょうかね。見てください、これプルプルですよ。いただきます。うん、いや、これこれこれ、この安兵衛の漬け汁の中に入ってるですね、ホロホロプルプルの短冊切りのチャーシュー、これめちゃめちゃよく再現できてます。いや超うまいっすね。さあ、ということで安兵衛のつけ麺ときましたら、飲み物はこれで決まり。じゃん、エビスビールでございます。ということでね、安兵衛の店舗で実際に提供されてるのがエビスビールなんで、これエビスビール飲んでいきましょう。さあ、それでは飲んでいきましょうかね。乾杯。たまんねー。いやー、やっぱエビスビールうまいっすね。いや、やっぱね、エビスビールはね、ビールの味がしっかりしてるんでね、もう全然つけ麺に負けてないですね。あとですね、安兵衛といえばこの麺に水が多く絡ませられているのが特徴なので、こういったですね、魚粉を麺の上にかけて食べますと、この漬け汁がね、あんまり薄くなりすぎなかったりだとか、あと味の変化をね、食べてる間に楽しめたりだとか、まあそういったことがあるので、この魚粉をですね、麺の上にかけて食べるっていうのは結構好きなんですよね。あとはね、卓上にあるこの玉ねぎ、玉ねぎをね、ドサッと入れて食べるのも最高ですよね。これをね、ドサッドサッとこれ入れて食べるのが美味しいんですよね。
このつけ汁をまとった海苔で巻いて食べる麺、これも至高ですよ、本当に。うまい。ということで最後ね、このチャーシューとビールでフィニッシュといきましょうかね。あー、うまかったー。さあ、ということで完食でーす。いやー、うまかったー。いやね、この安兵衛のつけ汁がね、もう高い再現度で作れたということがね、めちゃめちゃ嬉しかったですね。本当にこの甘辛いつけ汁が大好きなんですよ。まあ、ただ正直なこと言うと、もう一つ何か足りない、なんかやっぱりですね、出汁がちょっと足りない気はするんですよね。まあ、ただそれを除けばめちゃめちゃ高い再現度で作れたと思います。あとね、やっぱこの麺ですね、やっぱつけ麺にするとこの麺のね、小麦の味がダイレクトに伝わりますから、今回ですね、針を使ってみたんですけど、これね、大正解だと思いました。いやね、まず麺がうまい、まあ、それでプラス当然つけ汁もうまいっていうですね、もう最高の一杯ができました。これですね、製麺とチャーシューの工程を除いてもつけ汁だけで見たら結構簡単に作れますので、安兵衛好きの皆さん、ぜひぜひ試してみてください。さあ、ということでこちらの動画見て安兵衛食べたいなとか、恵比寿ビール飲みたいなと思った方、ぜひグッドボタンと、あとチャンネル登録もお願いします。これからもですね、再現ラーメンだったり、ビールに合うおつまみだったり、様々なものを作っていきたいと思いますので、ぜひぜひチャンネル登録お願いします。ということで、もう竹の味がそろそろ締めさせていただきたいと思います。それでは最後は一丁締めで締めていきましょう。それでは皆さん、お手を拝借よー、ありがとうございました。